皆さんこんにちは、ひれおさんチャンネルです。今日は僕がいつもうなちゃんにされているアサリを見つからずに10個投げて捕まえる遊びをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。よろしくお願いします。まずは落ちているアサリを集めます。えい、これアサリがついてきて芋虫みたいになってるから、よかったらみんな芋虫になってみてね。アサリを集めたら次にうなぎさんを探します。僕は見つけるのが下手くそでなかなか見つけることができませんでした。うなぎさんを探し回ってから1時間28分後、ようやく姿が見えました。なのでアサリを投げますが、僕はアサリを投げるのが下手くそなのでなかなか当たりませんでした。うなぎさんに追いかけられてるので隠れましたが、やつはなかなか追ってきません。あ、追ってきました、追ってきました。みなさん静かにしてください。みんなが声を出すと僕の位置がバレてしまうかもしれないので、静かに動画を見てください。うなぎさんは僕より賢くないので、あれは上がれないで困っているんだと思います。なので僕は後ろから近づいてアサリを投げようと企んでいます。ようやく上に登ってきたみたいですね。うなぎさんは何をしているんでしょうか。僕はうなぎさんより賢いので、うなぎさんが考えていることはわかりません。とりあえず隠れます。皆さん静かにしてください。僕の位置がバレます。みんなが静かになるまで7分45秒かかりました。次からはもうちょっと早く静かにできるように努力をしてくださいと校長先生が言っていました。うなぎさんにアサリを投げたら、なんかちょまちょまして追ってきて撃ってきたので僕も逃げます。ちょまちょましててやりにくかったですが、僕は無事にうなぎさんにアサリを10個つけることができました。皆さんが静かにして協力してくれたおかげで、僕はうなぎさんを捕まえることができました。ありがとうございました。以上、ひれおさんチャンネルでした。これからも応援よろしくお願いします。ここからはおまけです。うなぎさんを倒そうとしたら落ちてしまいました。ありがとうさよなら、うなチャンネル。こき使われた日々を忘れない。こんにちは。